本日は我が国安全保障の現状と課題と題して60分ほどご講演をいただきますある国が日本にミサイル攻撃を仕掛けるこれはもう一方的に攻撃をされますですが日本はかなりの高性能のミサイル防衛システムを持っていますそしてこの飛んでくるミサイルを撃ち落とせるこの能力がかなり高いですただ何発も撃ってこられてこれは やっぱり最後防げきれるかなとその時に普通であればやっぱり撃ってくるもとこれ明確に日本を攻撃してるわけですからしかも日本を攻撃するにもう撃ってるわけですからここを攻撃するこれ元を立ってもらわないと安全保障上ちゃんとした対応ができないもしこうなったらこうなるよという日米との約束事日米ガイドラインといいますがこれ20年前にできたんですよそうすると20年前に こういうことを想定して日米のガイドラインがあるかというと実はそんなことはまだ想定していない時代でしたですから同時に今やっているのは日米のガイドラインこれを1年か2年うちに話をつけてこの役割分担ここをどうするかということこれを今議論をさせていただいていますそしてその中でこの削減地の攻撃能力というのは米側に一方的に頼っているけど これから日米の話の中で、これは間違いなく慎重に話し合いしますが、役割をどうするんだいとずっと米側がこれちゃんとやってくれるのかいあるいは、それは日本としてどうなんだいこういうやりとりが、これから議論として出てくる可能性があります。